こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。あ、なんかね、天気は荒れたみたいね。そう、まあね、うん、東京の雪、あの、うん、神奈川の方がひどいみたいだよね。この辺もうっすら屋根が白いお家が何軒かあるけど、うんうん、地面に積もってなくて本当よかった。うん、うん、そうだね。で、雨が四国すごかったでしょ。だから四国風が、突風がっていうか風が強かったとこと、雨がすごかった。だから四国地方と九州の方も大変だった。ああ、そうか。うん、なるね、これはね。うん、うん、まあね、うん、あの、ほら、昨日ね、ちょっと DVD 見たけどね。面白かった、あれは。ね、うん、友達に勧められてさ、うん、美しき緑の星っていうね、うんうんうん、フランスの映画なんだけどね、うん、ある宇宙からさ、ある星からさ、うん、ね、うん、発見されてくんだよな。そう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 。でも、うん、その地球だけは行きたくないっていう、みんなそう、そう、なんとかせえって見てわーっと手を挙げるわけ、うん、ね、なんとかせえって手を挙げるわけ、うん、地球って誰も手を、誰も行かないんだよね、うんうん、だけど一人の女性がね、うん、この人はお母さんが地球人だったな。そう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 。な、うん、行ってみたいって言うんでね、うん、一人で来るわけよ、うん、な、うん、でもまあ、なんかナポレオンの頃に来た人がいて、そうそうそう、その時の情報を元に来るからね、衣装とかね、そう、うん、身につける洋服とかさ、そう、ね、靴とかその辺を聞いてくるんだけど、そうで、そのまあその星っていうのはさ、うん、ね、もうほんと自然と一体となって、そうそうそう、生きてる星なわけよな。そうそうそう、心豊かにね、うん、みんなで協力し合いながら生きている、そう、楽しくな、うん、あ、生きてる星なわけよ、うん、まあそこから見りゃ地球なんてのはさ、うん、もう野蛮でね、うん、遅れた、うん、星なわけよな、うんうん、そのやり取りが面白かったね。まさか車なんてもうないわよねとか、そうだよな、もうお金なんてまさかないでしょうとか、ね、うんうん、そうそうそう、そんな話をして、うんうん、ないに決まってるよみたいな、うん、ところがどっこいってやつだよね。でやってきてね、うん、でもう見るもの聞くもの、うん、なんかもうびっくり仰天っていうかね、うん、あ、これが噂に聞いたっていうね。そうそうそう、水を飲めばなんか入ってるだし、うん、空気は汚いし、そう、うん、で人はなんかね、うん、もうなんとかちょっと威張ってるしな。そう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 、男尊女卑だとかね、うん、そういうのことをせる、あちこちかで、まあ上手に風刺してますよね。そうだよな、楽しくね。そうな、うんうん、まあ深刻に描くんじゃなくて、ちょっとコミカルにな、うん、描いててな、うん、うん、まあでも本当いい線ついてるわけでさ、そう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 、うんうん、やっぱりこう我々はさ、うん、なんか、すごく進んだ星だと、ね、人類っていうのはすごく優秀でさ、うん、ね、うん、地球は進んで、うん、発展した星だと思ってるけどさ、うん、でもさ見るとこから見りゃさ、うん、おかしいわけでさ、うん、な、うんうん、わざわざ電話を使わないと意思疎通ができないとかね。そうだよな、相手の、うん、何もいらないんだから。そうだよな、うん、うん、であれだよな、その星から見たらさ、うん、まあ、発展してるっていうか進んでる人たちっていうのはさ、うん、まあ砂漠のね、うん、奥に住んでる、うん、いわゆる我々が未開とかさ、ね、うん、言われるような、うん、道具、大した道具も使わずさ、うん、ね、生きてる人たちなわけよ、うん、な、だからまあ我々はなんかこれ機械を使ったりさ、うん、便利だったりすることがさ、うん、何かこう社会の発展、うん、ね、みたいに思ってる、うん、人類の進化のように思ってるけど、うん、はてさて本当にそうですかというね、うん、ところだと思うね、うん、うん、面白かった、うんうん、ああいうさ、うん、ものがこう今受け入れられてきてるみたいな。あ、そう、うん、まあ少し話題になってるらしいな、うん、で二十数年前の映画だったかな、1992年かな、90何年だったね。そうでしょ、うん、ね、あ、じゃあ96年とかか、神戸の地震の後だったんだ、ね、そうだったな、うん、そうだから、ね、もう25年だ、うん、だからその時はさ、なんか、それこそ、上映禁止になったりとかね、うん、うん、ということだったしよ。あ、そう、なあ、うん、まあ、要はあちこち風刺してるわけだからさ、そう、うん、そういう企業からするとさ、そうだよな、腹立つよね、きっと ね、 そうだよね、一生懸命美しい車を作ってるのに速い車を作ってるのに、そうそうそう、なんだってなるしね。そうだよな、うん、でなんか接続解除とか言ってな、うん、要するにこう、
この今の世界が一番だと思ってる、うん、ね、人たちのこの思いをさ、うん、本当にリセットするんだよね、うんうん、そうすると本来の自分っていうのが現れてくる、うん、だからその宇宙人には宇宙人というかさ人間の方もう同じ姿なんだけどね、うん、会うと優しくなったりね、うんうん、すごい嫌なやつがすごいいい人になったりするわけで、そうだよね、うん、だからパスポートなんかもさ、うん、あれも国境っていうものがあるからさ、うん、だから必要なわけです、うん、だけど本来はそんなないわけだから、うんね、だからその本来の姿に、そのなんていうんだ、あのイミグレーションのな、うん、係官もなるわけよな、うんうんうん、そうそう解除するつもりどうぞどうぞっつってな、うん、なってきたりするわけだよな、うんうんうん、でサッカーの試合でもな、うん、ああいう戦いじゃなくてさ、うん、楽しい、ね、ゲームになるんだよね、そう、うん、まあそんなこととかさ、うんうん、まあでもそれはありだと思うしね、うん、やっぱりそっちの方向に向かっていかなきゃいけないと思うよ、うん、だからその、うん、このね気象異常気象っていうかさ、うん、あれもそうだ肺炎もそうだし、うん、いろんなことはさ、うん、やっぱり方向転換っていうのをさ、うん、促してるもんだ、うん、気もするんだよね、うん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 、だからそこに向かってさ、うん、さてどうするのかということなわけよな、うんうんうん、いやまあすごい、まあ、その監督さんっていうか撮った人がどんな人か分からんけど、まあ、なかなかだよね、そうだね、だから、うん、一つの何かこう、みんながちょっとね、うん、これからのことを考える上でさ、うん、あるいは今のことな、うん、考える上でさ、うん、いい題材になるわな、うんうん、だから本当せっかくこう DVD 手に入れたからさ、うん、な、まあ友達と一緒に見てさ、そうね、ね、いいかもしれない、うん、で、あ、こう思うああ思うとかさ、うん、なんかそんなさ、うん、ね、意見をこう出し合ってもさ、うん、これ面白いなと思うんね、うん、そう、だから営利目的の上映しちゃまずいからね、うん、うん、そうだよ、仲持ちで見ようねって言って、みんなで見たりして、そう、うん、いやあれは面白かったわ、そうだね、うん、うん、まあそういうふうにね、一気には変わらないけどね、うん、やっぱり徐々に変わっていくんだよな、そうかもしれない、うん、でやっぱりいろんな、そうね、うん、だから所有する欲とかさ、一人よりもいい生活を、うん、いい生活をって、こうバブルの時代こうずーっと来てさ、うん、でバブルが崩壊して、うん、じゃあ何を学んだのかってとこだよね、そういうことだよな、うん、うん、あんまり学んでないんだよね実はね、そうそうそう、またこんあんな時代が来るさみたいな、うん、うん、そうだよね、うん、だから本当そういうさ、うん、やっぱりネガティブと思われることが起こってきて、うん、そこでさてどうするかと、うん、ね、気づけるかどうかということは大きな違いになってくるからな、うんうん、やっぱり我々でもそうじゃん、いろんなことがあってさ、うん、昨日もちょっと話したけど、うん、気候が不登校になりました、うん、学校行かなくなっちゃった、うん、ねえ、どういうことだと思って、もう非常に大変だった、うん、ね、だけどもそういうことがあってさ、いろんな自分たちの中で変化が起こってきてるわけよな、そうだね、うん、何が大事かっていうのは、そう、あれもこれもってできない状態だったからさ、そう、うん、そう、だから本当はさ、うん、何もその、なく順風満帆にな、この世的にね、何もなく順風満帆にずっと楽しい毎日が続きながら、うん、命も成長していくとな、うん、だから一番いいんだろうけどさ、うん、まあ多分そういう仕組みじゃないと思うね、この地球っていうところはね、それじゃやっぱり気づけないんだよ、そういうことは、うん、何かガツンと何かないと、そうだよね、残念ながらソフトランディングで行かないからそういうふうになるわけだから、うん、そう、だからその時にさ、うん、もう頭を抱えてしまって落ち込んでっていうのはそれはあるかもしれないけど、ずっとそれが続いてしまうとね、うん、うん、よくないわけで、じゃあそこからさてどうするのかっていうことでさ、うん、やっぱりちょっと一歩踏み出すようなさ、うん、うん、そういうふうな形でやってやっと人は成長していけんだよな、それはきっとな、うん、そんな気がする、うん、やっぱり自分振り返ってもそうだもん、やっぱり、うん、私はもう交通事故にあってむち打ちになってどうしようもなくて、うん、こういう見えない世界とのきっかけをもらえたけども、うん、交通事故にもし会ってなかったらあのままだったよ、うん、きっと、うん、そうだよね、で結局また、まあ、多分守護霊様というような存在がさ、ちょっとこいつやっぱりまだわからんちんだなと思ったら、うん、いや交通事故でも気がつかないんだったら、例えばじゃあ病気にしようかとか、うん、ね、親しい人のね、例えば自分の母親や父親が病気になったり亡くなったりした時に、うん、はっと気づくかもしれないっていう、そうだよな、この世的な不幸っていうものを、うん、ね、不幸なんだけど、そういうもののきっかけがないと、悲しみとかさ、そうそうそう、ね、辛いものがない限りなかなか軌道修正自分自身はできなかった、そ、ね、それ、そうじゃなくてもできる人いるのかもしれないけど、そうそうそう、でもね、私はできなかった、うん、大病して変わっていく人はいっぱいいるわけだからさ、そうだね、な、なんかだって病気を意味嫌うんじゃなくてさ、うん、うん、そういうホップステップジャンプのさ、そうのきっかけにしないとね、そうなんだよ、だからまあ、うん、本当に病気の人はさ、うん、
ね、元気だからそんなこと言えるんだって思うかもしれないけどさ、そうだね、でもそう思ったって何にもならへんからね。そうだね、うん、恨みの気持ちもそうね、自分ばっかり自分ばっかりって、そう思って病気が良くならそれでいいんだけど、うん、そうはならない、逆になってしまうからな。そうだね、だからここでやっぱりなんかちょっと客観的に見てさ、うん、ね、うん、さて自分はどう生きるかっていうことを考えてみることも大事だと思うな。そうだね、やっぱり変えていくっていうかさ、やっぱり今までのやってきたことの積み重ねが現在だからさ、うん、非日常なんだよ。そうだからやっぱり日常じゃない自分にちょっと振り返ってみるとか、うん、そうだな、ね、そうだな、それ大事だよな、うん、うん、まあ本当にそれはやっぱりいきなり変わるんじゃなくってそういうことの積み重ねだからさ、うん、な、いきましょう。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。